障壁の補修急げ。休んでいる暇などないぞ。ゴール、フィアナの両騎士団が周囲の警戒に当たる。近づく魔物は全て殺せ。ドワーフたちの工事が最優先だ。奪い返した城塞の一大拠点か。さすが歴戦の戦士たち。大きな戦いを終えてすぐにもかかわらず手が早い早い。それだけではあるまい。あんなものを見せられてはな、戦いが終わってもいても立ってもいられなくなるだろうよ。短期がけからの巻き返し、フィン、すごかった。本当にすごかった。うっとりするな、気色悪い。お前は本当にあのエルミナか？奴は本当に違うな。力も我らと同等かそれ以上だが、コブの天才だ。弱小であるはずのパルームという種族を最大限に利用し、極限まで周囲を煽り立てる。私たちだけではあの光景を埋めなかっただろう。当たり前だ。フィンは私が好きなオスだからな。だからなぜお前が勝ち誇る。気色悪いからのろけるな。何度でも言うが、すっごく気色悪いぞ。奴の槍がひとたび震えれば、ただの一兵卒がたけり竜さえ殺す。まさに勇気の旗印。いかなる場所、いかなる時でも万軍に高揚を促すのが英雄の条件というのなら、あの勇者は誰よりも英雄だ。彼は自分のことを詐欺師だとおっしゃっていましたよ。自重にしては的を射ているではないか。勇者はこれで復活した。あとはフィーナ殿たち、果たして間に合うか。それであのパルームはどこへ行った。城内の一角を使わせてくれと申し出があった。あれはおそらく。騎士たちの埋葬だ。ドバール兄さん、先にグレーン兄さんたちのもとへ行っていてください。アルフ、すまない、俺のせいで。謝らないでください。謝られたら私はあなたと私自身を許せなくなる。私はあなたはもう戦わなくていいと思っていました。でもドバール兄さんだけはあなたの光をずっと信じていた。ドバール兄さんはそのために身を挺した。それが全てです。四兄弟が最後の一人、アルフ。ドバール兄さんたちの意志を継ぎ、最後まであなたにお仕えします。ああ、
ありがとう。フィン、物資の運搬を手伝え。魔物の攻勢が弱いうちに補給路を限界まで酷使する。わかった、今行く。リム兄さん。仮面はもうつけなくていいんですか？ああ、フィンにはもう必要ない。こたびの戦いでまた多くの戦士が土に帰った。奴らを思う俺たちにできることがあるとすれば、それはただ一つ。酒を飲むぞ！祝杯だ！飛び込んだ物資に酒を忍ばせていたのは、まだ何も終わっていないのに宴会を追っ始めるなんて正気か。うるさいうるさい。ピン、貴様は戦場での振る舞いは天才的なくせに、戦の後というものを知らん。友が口にできなくなった酒をこの喉で飲み干す、それが戦士の流儀というものよ。それに復讐の炎なんぞに飲まれるよりはるかにマシだ。違うか？ああ、確かに違うねな。私の部屋へ行くぞ。調子に乗るな、ルアーノ。あとどれだけ飲ませるつもりだ、エルミナ。俺を酔いつぶした後どうするつもりだ。やるぞ。盛り上がってまいりましたな。それでは私も一曲添えましょう。戦士たちの晩餐を祝って。我々騎士とは作法が違いすぎる。こんなの英雄の連合軍ではなく、ただの荒くれ者たちだ。そう堅いことを言うな、アザル。お前も飲め飲め。それにお前も、うちでは言っておきながら内心喜んでおるのだろう。この勝利の夜に。タイール副団長。ええ、確かにそうですね。あいつの案内本を見れて今とても嬉しい。